昭和50年12月12日生まれ、伊手座の A 型、桑島穂子です。好きな食べ物は、冬は鴨鍋、季節関係なければパスタ料理とかですかね。特技はいつもないと答えてるんで、今回もいきなり作っちゃうとまずいのでありません。なんか結構嫌な夢ばっかり最近見るんですよね。昨日見たのは長崎で、なんか木の枝に猿が群がってなんかぶら下がってるんですよ。で、枝がもうすごい長いんですけど、びっしり猿がついていて、その枝がすごいたわんでいる映像がテレビに映っていて、その後なんか私は殺されそうになるんですけど、途中で目が覚めましたそんな夢ばっかり。いつもラジオにハガキですとかファンレターですとか、いただくばっかりでお返事を出しなくて申し訳ございません。これからもよろしくお願いします。あんまりラブラブとかいう単語は似つかわしくないキャラクターで通してますので、あんまり思い浮かばないんですけど、最近ラブラブなもの、なんだろう、そうですね、ワインモノマネモノマネですか。いきます。ももちゃん上田さんの真似はできませんねはい そうですね、いろんな役が演じられる人になりたいです。なんか型にはまらないような感じの役者になれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。